MLB、ML パドレスに、1度ジャース、5月10日、日本時間11日、サンディエゴ、衝撃的な変化球にバットが空を切った大谷翔平が見せた驚きのリアクション、ボールの軌道を思わず二度見する様子に、なんだよ、あの変化 W とファンが騒然となる一幕があった。 ドジャースの大谷が2番 DH で出場したパドレス戦の第1打席、キング投手が投じたキレキレのシンカーにバットは空を切って空振り三振に倒れた、キャッチャーミットに収まったボールを不思議そうに、悔しそうに見つめる大家の姿にファンが反応した。 2試合連続で無安打と当たりが止まっていた大谷、しかし休養日を挟んで迎えたこの日のパドレス戦では、通算9打数4安打、ち3本塁打と好相性のキングと対戦、今季も4月12日に第4号ソロホームランを放っている。しかしかこの日の日対戦では キングが立ち上がりからアクセル全開、持ち味であるストレートとシンカーを有効に使ってわずか3球で大谷を追い込むと、最後はど真ん中から右下に大きく変化するシンカーで大谷を完璧に打ち取った。この決め球のシンカーは、MLB 公式データサイト、ベースボールサバントによると93.6マイル、時速150.6キロ、で、ボール回転数が2321と切れ味のある球だった。 さらに変化量は25インチ63.5センチ落ちて20インチ50.8センチ曲がっており鋭い変化となった空振りした大谷は思わずボールの軌道を確認するようにキャッチャーミットを二度見これほどの変化は大谷も予想していなかったのか驚いた様子が見られたこの場面にネット上の野球も即座に反応し玉えぶいってこれは打てんよ このツーシーム変化やばい W、ピッチャーえぐい玉ホールな、なんだよ、あの変化 W など様々。なお、大家の第一打席を完璧に抑えたキングは、後続のフリーマン、スミス、マンシーを切れまくりのシンカーとチェンジアップを駆使して3連続三振を奪い、圧巻の立ち上がりを見せた。なお、この日の大谷は4打数2安打、3試合ぶりの安打と4試合ぶりマルチを記録したが、 チームはさよならで敗れている。